めちゃくちゃ美味しかった。すごい天気だな。今11時半に滑り込みで入ったおかげでなんとか前に入れたんですけど、どこもかしこも両行列。一旦ちょっとお散歩タイムに行ってます。いい天気だな。幸せになった。気持ちいい。ちょうどいい気候だ。天気良すぎるな。
食べたくなるんだよな。リンゴ飴、イチゴ飴、ブドウ飴、こういうお祭りの屋台で食べるのはもうあんず飴一択です。撮ってるけど、八幡宮。になります。めっちゃいい香りだ。さっきから何かあるよ。周りがプチプチパリンって。ヘルスナーも美味しい。美味しかった。満足度がもうすでに高すぎる。今日の鎌倉ビールの最安値は690円みたいな感じがする。量が入ってる。
まで食べたチョコレートアイスクリーム一番かもしれない。全然取れないんだけど、濃厚さ伝わるかな。カスタードがすごい、めっちゃ美味しい。
から離れた途端に晴れたけど。すごい便利。あ、便利。あ、好き。やばいです。
しい方頼んだはずなんですはい、今回は鎌倉で食べ飲み歩きでした。大満喫してお家に帰ろうと思います。学生時代に来た食べ歩きよりも幅広い楽しみ方ができたので、また新しい発見がたくさんありました。では最後まで見てくれてありがとうございました。またありがとうございます。これからも更新していくので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。